ガラス製品っていうのが大事なの、それともそのやっぱり飲むものっていうのが感覚的に大事、今のところは瓶っていうのが結構大事です、ね、大事なんだ。他のやつでも実は溶かしたりしたこともあるんですけど、はいはいはい、面白くない、なんかちょっと瓶ほど面白い溶け方をしてくれなかった、まあ自分の研究不足かもしれないんですけど、なるほどね、なんかちょっと、うん、出すにはもうちょっと瓶でいろいろやってからやった方がいいなと思ったんで、でまあ去年一昨年かな、あのコロナが流行った時に、うん、結構まあ飲食店が何点か閉まったりしたところの前にこう自由に持って行ってくださいみたいなグラスとかを回収してそれを溶かしたっていう作品もあったりするんですけど、まあそれは割と面白く溶けてくれたんでよかったんですけど。